妻はすぐイライラする性格です子供が言うことを聞かないとい子供に対して死ねきえろと暴言を起きます自分の子供に対して絶対言ってはいけないし一生傷ついてしまいますそんなことを言うなといつも不喧嘩になりますが言うことを言かないからだと気分を持ちませんお互い共働きで私の企画が遅いことが原因かもしれません今後土日は私ができるだけ家事をし妻の時間を持たせてあげることを取り組んでみようと思いますアドバイスございましたらご教授お願いしますあた奥さんも言うべきではないというのは知ってるんですよ 言うべきではないというのは知っているのですが余裕がないので感情的になってしまうと自分の言いたいことを言ってしまうでその結果子供を傷つけるとでそれ良くないよねっていうのを分かってる状態で旦那さんから言ったとしても逆ギレするだけですなのでやるべきことというのは奥さんの余裕をどれくらい作れるかというのにかかっていますまあここからはあの想像になるんですけど一回カウンセリング行った方がいいと思いますよ その結局何がその心の余裕をなくす原因なのかというのが明確になってなくて本人も分かってない可能性があるんですよ。なのでその土日に家事をして時間を持たせるだけで解決すればそれでいいと思うんですけど他の,もその原因がある可能性もあるのでなのでその旦那さん にはいえないけどもその専門家だったら言えるっていうのがあったりする可能性があるので、なので、ちょっと一回カウンセリングに行ってもらうっていう構造に、で、あの、一人だけカウンセリング系っつうと、なんか頭おかしいと私のこと思ってるのかって逆にする可能性があるので、なので、奥さんと旦那さん二人でカウンセリングに行くっていう形にして、で、この人は話しやすいなって思えるんだったら、じゃあ、旦那さんだけで2時間やって、次奥さんだけに2時間やる、交互にやるっていう形にして、そのカウンセリングを一人でするっていう時間を作るっていう。 構造にするといいんじゃないかなと思います。